ここで本日鈴鹿ポイントゲッターズホームゲーム初開催となります。試合会場都市四日市市市長森智弘様、鈴鹿ポイントゲッターズホームタウンである鈴鹿市市長末松典子様よりご挨拶いただきます。はじめに四日市市長森智弘様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、四日市長の森でございます。JFL の今シーズンの開幕戦、この四日市の中央緑地陸上競技場で開催していただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、スリーポイントゲッターズのファンの皆様が多く、この地に駆けつけていただきました。この中央緑地は昨年行われるであった国体に向けて整備を進めてきました。非常に綺麗な公園になっております。ただこれオープンしてからですね、今までにぎわいというものがあまりありませんでしたけども、今日はもうとてつもない多くの方がこの地に駆けつけていただきまして、賑やかしていただいていることを本当に嬉しく思っております。ポイントゲッターズさんは今シーズン5試合この中央緑地で試合を開催していただけるということですので、これからも大いに盛り上げていただければと思っております。四日市には伝統の中央工業もございます。サッカーの地四日市をもっともっと盛り上げていきたいと私自身も思っておりますので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。今日一日盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。森様ありがとうございました。続きまして鈴鹿市長末松典子様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました鈴鹿市長の末松典子です。本日 JFL2022 シーズンの開幕及び鈴鹿ポイントゲッターズがここ四日市市で、すいません、ホームの開幕戦を迎えることができました。たくさんのお客様に今日は駆けつけていただきまして本当にありがとうございます。コロナ禍ではありますけれども、感染症対策しっかりとした中で試合を行っていただきます。何としても、一つでも多く勝利をするための今日が、初めての、ことになります。ぜひ皆さんの応援をポイントゲッターズに、投げていただきたいというふうに思っております。今年は三浦知良選手の加入ということで大変話題も豊富なポイントゲッターズでありますけれども、そのことだけではなく、ここから歴史を作っていきたいと思っています。歴史は今作れ、これが今年の鈴鹿ポイントゲッターズのスローガンです。皆さんと一緒にその瞬間を味わいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。最後になりますが、鈴鹿ポイントゲッターズ、また本日は LINE メール青森がお越しをいただいております。両チームのご健闘と JFL2022 シーズンの大成功を記念をさせていただきまして、挨拶にさせていただきます。どうぞ皆さん最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。末松様ありがとうございました。それでは間もなく選手の入場です。今しばらくお待ちください。
皆様、お待たせいたしました。第24回日本フットボールリーグ第1節エコトップで鈴鹿ポイントゲッターズ高卒ラインメール青森両チーム選手の入場です。三重県初の夢の J リーグ参入を目指す戦いが今年も始まります。2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ開幕戦、四日市市中央緑地公園陸上競技場で行われるホーム鈴鹿ポイントゲッターズ対ラインメール青森との一戦をライブ配信でお送りします。この一戦の解説は鈴鹿ポイントゲッターズ U15 監督の近藤雄一さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてこの後キックオフセレモニーが間もなく行われようというところです。ピッチ上ではマッチデースポンサーの株式会社エコトップの伊藤社長、鈴鹿市の末松市長、四日市市の森市長によるキックオフセレモニーが行われます。エコトップで開催を記念してここでキックオフセレモニーを行います。スピーカーは株式会社エコトップ代表取締役の伊藤勝俊様、四日市市市長森友博様、鈴鹿市長末松典子様です。それではお願いいたします。3人によるキックオフセレモニーが行われました。さあ今シーズンの JFL が開幕です。それでは両チームの先発メンバー紹介してまいります。注目の鈴鹿ポイントゲッターズ三浦知良はなんと開幕戦スタメンで JFL デビューということになります。先発メンバーです。ゴールキーパー1番の石井、ディフェンス3番の今井、6番の上田、7番の中里、そして15番の菊島、中盤8番の海口、10番キャプテンの橋本、25番の前田、そして前線19番の三宅と33番の藤島、背番号11番の三浦知良です。サッカー界のレジェンドキングカズ三浦知良、開幕戦デビューということになります。 JFL 初めてのピッチは開幕スタメン、55歳と15日は JFL 最年長出場記録ということになりました。そして鈴鹿の控えメンバーはご覧の通りとなります。続いてラインメール青森の先発メンバーです。ゴールキーパー17番の広末、ディフェンダー2番の浦田、3番の木下、5番の岸田、19番の坂東、中盤10番の坂木原、11番の小畑、25番の差し並キャプテンです、27番の佐久間、そして前線8番の青木、23番の津久井が入っています。その青森の控えメンバーはご覧の通りです。第24回日本フットボールリーグ先月の26日に55歳の誕生日を迎え、今日で55歳と15日 JFL 最年長出場記録となった三浦知良、サッカー界に伝説を作り続けるキングカズこと三浦知良です。これまでの記録 FC カリアのアマラオさんの43歳と9日を大幅に塗り替える記録ということになりました。今日はここ四日市市中央緑地公園陸上競技場に多くの観客が詰めかけています。さあ鈴鹿ポイントゲッターズ2022年シーズン J リーグを目指す戦いが始まります。今前半の45分がキックオフされました。2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ開幕戦です。画面左から右に攻める青と黄緑のユニフォームが昨シーズン4位ホームの鈴鹿ポイントゲッターズです。一方右から左に攻める白のユニフォームが昨シーズン9位アウェーのラインメール青森です。さて放送の解説は鈴鹿ポイントゲッターズ U15 監督の近藤さんです。近藤さん、いよいよ開幕しました。改めて今の心境いかがですか？そうですね、本当に今年は三浦知良選手が加入してすごい注目度が上がっています、はい、でその中の去年4位というところで、はい、J リーグ昇格に向けてあと一歩だったというところも含めて、はい、今年は本当に絶対に J リーグに昇格したい年になるので、開幕戦から本当にこう気合が入っていると思います。それこそ新加入選手は11人加わってチームを強化している鈴鹿ということになります。
ここは裏のスペースにボールを蹴り込んできた青森です。ゴールキーパーの石井が対応しています。会場には多くのお客さんが詰めかけている開幕戦、鈴鹿ポイントゲッターズとラインメール青森の一戦です。まあ、それと三浦知良は今日で55歳と15日、この年齢を考えると近藤さん、もう驚異的ですよね。いや本当に信じられないですね。本当に僕は子供の時から本当に現役で活躍した選手が今でもこうやって JFN のピッチに立っていることが本当に信じられないです。ああなるほど。まあ選手たちもそれこそ数のその姿勢であったりプレーであったり練習であったり刺激を受けているところ多いでしょうね。そうですね、やっぱりこの練習に入る前のこの体のケアから、はい、練習が終わってからの翌日に向けての準備に対しての姿勢であったりとか、はい、1回以下の練習に対する姿勢というのは本当にこうプロフェッショナルで、もう特に若い選手には本当にこういい刺激になっているようです。なるほど。そして今その数がボールに絡んでいきました。8番の海口ボールを回収するか、7番の中里から左サイドへ、ここにキャプテンの橋本です。青森のディフェンスがクリアしています。7番中里、8番海口、ワンタッチでボールをつないでいく鈴鹿ポイントゲッターズ。そしてファルになりました。ここは鈴鹿が非常にいい位置からのフリーキックとなります。7番の中里選手は今日は左サイドバックで出てるんですけど、去年まで水戸ホーリーホックで、はい、まあ、ボランチで主力として活躍していた選手で、はい、まあ、その選手をサイドバックで使っているっていうのは、あ、そうですね、こう一つこう三浦康俊監督のちょっと意図を感じます。本人もそのサイドバックからの方がピッチの状況がよく見えるというそんな話もしていました。なるほど。さらにそのサイドバックからこうやっぱ起点になって、いろんなパスの配球であったりとか、さっきもチャンスになりかけたようなシーンがあったので、はい、こちらもちょっと注目です。さあ立ち上がりフリーキックのチャンス、先制のチャンスを迎えている鈴鹿ポイントゲッターズです。中央にはカズがいる。キッカーは橋本かそれとも中里か。カズが動き出している。中央へのボール、キーパー抑えます。すかさずキックを見せていったゴールキーパーですが、ここは手前のタッチラインを割っています。手元の時計で前半の3分が経過しています。近藤さん、まあ、緊張感のある開幕戦ということになるとは思うんですけれども、鈴鹿の立ち上がりどうご覧になっていますか。鈴鹿はかなりこう丁寧に、はい、立ち上げで入っているようなイメージで、逆にラインミールの方は少し激しく、はい、ちょっとこうロングボールを対応して、こう勢いを持って入っているように見えますね。ああそうですか。鈴鹿の方は落ち着いて丁寧にやっていると思います。三浦知良の兄、三浦康俊監督は相手チームの情報が多くない中で立ち上がり5分から10分で相手の狙いを把握して、そして冷静にゲームを戦いたいというそんな話もしていました。まさにその言葉通りの入り方ということなんでしょうかね。そうですね、昨年も鈴鹿はですね、後半で逆転したりとか後半で追いついたりっていうゲームが本当に多くて、はい、まあ、それはやはりこう前半でしっかりと相手を分析して、その中でゲームを通して修正していくっていう力にすごく長けているので、はい、その辺はすごく安心して見ていられます。そしてここは守りに集中したい鈴鹿。ここは手前のタッチラインを割っています。ラインメール青森がフリーキックからチャンスを作ろうという場面でした。少し最終ラインから上がってきた選手に対してちょっとマークが曖昧になってたので、しっかり、あ、そうですか、はい、ちょっとここ集中したいですね。なるほど。10番の橋本から左サイドバック、7番の中里です。この人が水戸ホーリーホックから移籍してきた選手、非常にサッカーセンスあふれる選手です。11番の小畑青森、その小畑に対して橋本がプレスをかけに行きます。19番の三宅も行く。ここでボールを奪った高市、そしてカズです。カズがボールをキープ、奪われた。青森が右サイドに展開。ここは集中したい鈴鹿、遠目から打っていこうというところ、7番の中里の対応でした。青森のスローインです。2022年シーズンが開幕しました。第24回 JFL 日本フットボールリーグの開幕戦です。33番の藤島も行く。クロスを入れる。向こう側逆サイド、このシュートは枠を大きくそれました。鈴鹿ポイントゲッターズとラインメール青森の開幕戦、オープニングシュートはラインメール青森、背番号19番の坂東でした。
やはりまあラインメールが激しくプレッシャーをかけているので、まあ、先ほどの三浦和代選手の場面もそうなんですが、はい、あのフォワードに入った時に周りのサポートをもう少しこう早くしていきたいですね。ラインメールはすごい積極的な立ち上がりできていますね。はい、3番の今井です。ボールのキーパー青森、11番の小畑、そして19番の坂東。坂東が中を見ている、低いボール、33番の藤島、鈴川ボールを奪いました。藤島からうんと少し足を取られた、笛は鳴っていません。そしてカズへ、ここでボールが収まると面白いんですけどね、近藤さん。そうですね、やはりそこはラインメールも非常に警戒しているので、ラインメールはやはりこう奪われた後のプレッシャーの切り替えがすごく早いので、はい、そこをなんとかこうちょっと一体あのサイドバックのところであの時間を作ったりしてつないでいきたいですね。なるほど、そうするとあの左サイドバックの7番の中里のプレーというのも一つ鍵を握ってくるかもしれませんね。そうですね、その7番の中里は11番のカズと横浜 FC 時代に長く共にプレーしていました。左サイドから15番の菊島の対応です。ゴールキックです。カズさんはプレーがやりやすくてサッカーのリズムも合うという話をしていた7番の中里です。55歳と15日、JFL 最年長出場記録を塗り替えている三浦知良。もし今日ゴールが生まれれば2017年3月12日の J2 群馬戦以来1827日ぶりの公式戦ゴールということになります。本当にこう楽しみですね。そうですね、もちろん55歳と15日でのゴールは JFL 最年長ゴール記録となります。果たしてそのゴールは生まれるんでしょうか。開幕戦先発出場を果たしている三浦知良、ここも右サイドから前線からプレスをかけるという青森です。中に切り込んでくる、間に入ってクロスボール、対応はクリアしています。そして19番の三宅がボールをキープ、8番の海口から25番の前田から左サイド、そして起点にある7番の中里から裏のスペース、33番の藤島を狙っていきます。ああした形で7番の中里が一つ起点になって、そしてゲームを作っていく場面、ここが一つ鍵になってくるということなんですね。そうですね、あの前線の両サイド の三宅選手と藤島選手も非常にこう足がスピードもあって、はい、こうキレのある選手なので、まあ、そこの背後のスペースっていうのも狙ってると思います。あ、そうですか。落として、さあカズか、カズに合わない、藤島、ドリブルに自信を持っている藤島、2人でマークをした青森です。クリアしています。今井のヘッド、このボールはつながりません。左サイドの藤島選手は確か四日市出身だと思うので、はい、本当にこう地元に帰ってきて、はい、本当にこういいプレーを見せたいというのが非常にこう伝わってくるようなアグレッシブなあの姿勢で試合に臨んでいますね。あ、そうですか。あのドイツやスペインなど海外でプレーを重ねた選手ですよね。そうですね、あの本当にこうあのシーズン前からあの本当にこう積極的なプレーであの練習でのゴールをたくさん奪っていたので、はい、本当にこうここも注目ですね。元の時計で間もなく前半の10分を迎えます。開幕戦ここまで鈴鹿はまだシュートがありません。キャプテンの橋本が追いかけていきます。藤島へこのボールがつながらない。左に大きな展開を見せる青森、15番の菊島の対応、10番の榊原に対してしっかりとディフェンスを見せる鈴鹿です。今井とそして菊島、まだボールは出ていません。青森ボールです。おっと激しい当たりになります。これは青森ボールになります。危険な位置からのフリーキックということになりました。
まあ、先ほどもセットプレーからの場面ってあわやというところもありました。近藤さん、ここは守備に集中したい鈴鹿ですね。そうですね、高さでは負けてないと思うので、あとはしっかりこう集中力を持って、はい、しのぎたいですね。あとよりこうセカンドボールのところも絶対に集中したいですね。キッカーは25番の差し並。ここは集中したい鈴鹿です。低いボールできた。青森のスローインです。ターンして中に入れる。シュートはキーパー正面でした。今のが青森、この試合2本目のシュートということになります。8番青木のシュートでした。ゴールキーパーの石井がしっかりとキャッチしています。この石井も新加入選手、 J2 宇都宮金沢から移籍してきた選手です。まだ鈴鹿にはシュートがありません。鈴鹿はちょっとこうサイドを起点にこう相手の深い陣地まで一回ちょっとボールを運びたいですね。はい、ラインメールが去年はこう25番の差し並み選手を中心にこうパスをつなぐスタイルだったんですけど、ちょっと今年は監督も変わってちょっとだいぶスタイルが変わってきてて、ちょっとそれに対してちょっと今大量に対応に苦慮しているところですね。なるほど。足元のキック、高いボールファーサイド折り返す。33番藤島キープ、一旦下げます。ここに中里です。縦に入れてくる。この辺りの集中した守備を見せるラインメール青森です。昨シーズン鈴鹿と青森の対戦成績はホームそしてアウェーともに鈴鹿が完勝しています。アウェーでの一戦は2対0で鈴鹿、そしてホームでは3対0で鈴鹿という結果。そのホームでの3点目を決めているのがキャプテンの橋本ということになります。まあ、ただ去年もゲームの展開としては本当にどっちが勝つか分からないような展開だったので、はい、そのやはりこう去年とまだ青森もチームのスタイルが変わっているのもあるんですけども、本当にこう油断はできないですね。あ、そうですね。数が競りに行きます。25番の前田、ボールを回収。中里、縦に藤島が動き出している。その藤島へ、中には橋本がいる。そして数も入ってきた。ヒールで落とす前田へ。前田からのクロスはこれはゴールキックの判定です。近藤さん、こうして見ていると7番の中里にボールが収まった後はもう徹底してその縦サイドを狙う姿勢というのがよく見られますね。そうですね、やはりこう一度相手の深い陣内にボールを入れて、はい、そこからやっぱクロスを上げたりだったり、はい、そこからこう崩しを狙っているような形ですね、うん、そこはかなりチームとしても共有していると思います。手元の時計で間もなく前半の15分を迎えます。依然として0対0、鈴鹿はまだシュートがありません。三宅、そして前田、奪ったのは青森、奪われた鈴鹿です。激しいボールの奪い合い、そして数がターンした。うまく体を使いました。数のプレーです。中里がパスコースを探しています。そして数に預ける。ここは数が左に動きながらのプレーということになりました。前田から中には橋本がいるという状況。そして数、スローインが続きます。鈴鹿ポイントゲッターズ、過去3シーズン鈴鹿は開幕戦で勝利がありません。今日もし勝てば開幕戦初めての勝利ということになります。ぜひその開幕戦の勝利をカズさんのゴールで見たいですね。そうですね。
今日ゴールを決めれば1827日ぶりの公式戦ゴールとなる三浦知良キングカズです。今までの情熱を鈴鹿という新しい場所で燃え上がらせたいというそんな話もしていました。まあ、それこそ近藤さん55歳という年齢になってももっと上手くなりたいし上手くなれると思っているというそんな話をしている三浦知良です。いや本当にこうバイタリティがすごいと言います、言いますか、まあ、あとそれとやっぱりこうサッカーというスポーツの魅力ですかね、はい、それでもやっぱもっと上手くなりたいとか楽しいっていうのがやっぱ思わせるサッカーの魅力っていうのも本当に素晴らしいなと思います。まあ、そうした姿勢そうした意識が与えるチームへの影響は非常に大きいというそんな話をしている鈴鹿ポイントゲッターズの選手。この中里選手もいろんなカテゴリー、まあ、海外でもプレーしてたんですけども、はい、やはりこうやっぱ自分がサッカーをする中でやっぱカテゴリーは関係ないって言っていてやっぱり自分がどういう意味を持ってサッカーをするかが大事だっていうのを考えて鈴鹿に移籍してきたみたいなので、なるほど、やっぱりそういうようなこう試合を通じてやっぱりこうサッカーを楽しむとか上手くなることが大事なんだなというのを思います。ここは直接狙ってきたサイドネットです。今のがラインメール青森3本目のシュートになりました。合わせてくるかと思ったところ、ここは直接狙っていきました25番の差し波です。奪った3番の今井ヒールで落とす、ここは繋がらない。なかなかパスが繋がらない鈴鹿です。ここも奪い返した、奪われた鈴鹿、右サイドへの展開。手元の時計で前半の18分が経過しています。なかなか鈴鹿としてはまた自分たちのこうサッカーを見せられるという時間帯には来ていませんか。そうですね、ちょっとこう中盤でのパス交換というところで、はい、ちょっと距離感が悪かったりとか、まあ、ミスが起きているので、去年までは 4-4-2 でやることが多かったんですけど、はい、今年 4-3-3 にして中盤の形をちょっと変えているので、そこのちょっとコンビネーションがまだちょっと確立されていないような確立されていないように見えますね。4-3-3 の真ん中3人、25番の前田、8番海口、そしてキャプテン10番の橋本。ちょっとここの距離感とポジショニングっていうところは、まあ、こう時間をかけながらこう修正していくと思いますね。そして今倒れているのがキャプテンの橋本です。昨シーズン途中から鈴鹿のキャプテンを務めています。昨シーズンは20試合に出場して4ゴールをマーク。昨シーズンそのホームでの青森戦でゴールをマークしています。本当にこう大事な場面でこう点を取ったりとか、はい、プロでの長い経験が生かされて、まあ、チームを引っ張っているという部分もありますし、本当にもう欠かせない選手になってますね。はあ、そうですね。そしてキャプテン橋本が立ち上がりました。遠目からのフリーキック、19番の三宅、このボールはつながりませんでした。この人は新加入の元 J リーガー、鹿児島ユナイテッド FC から移籍してきています。抜群のスピードとそして左足のシュートが特徴。三宅選手も藤島選手はちょっとタイプが違うんですけども、本当にこうキレのあるドリブル、はい、こう懐の深いこう柔らかい切り返しもあるので、はい、またちょっと 右と左ではタイプの違うドリブルをするので、そこもちょっとこうぜひ見ていただきたいなと思います。おお、なるほど。3人でボールを囲って奪っていく鈴鹿です。そして藤島、左サイドの藤島、落として中里、中里からもう一度藤島、この辺りは一つのパターンがありますが、ここは繋がりませんでした。あの辺りが繋がってくるとまた一つ鈴鹿のチャンスが生まれようというところかと思いますが、ここはカズが前線からプレスに行く。手元の時計で前半の20分が経過しています。開幕戦です。前田が奪って橋本、
落としたところ奪われた鈴鹿です。3番今井の対応、ゴールキーパー出ています。ここもすぐ回収する青森。青森は去年よりだいぶこう手堅いチームになった印象ですね。去年はこうやっぱ攻めている時の守備の準備であったり、はい、カウンターにちょっとこう不安があったんですけど、はい、今年はしっかりとこう守備の準備がしっかりできているので、鈴鹿もちょっと攻めるのに苦労しているような印象を受けます。なるほど。青森は今シーズンから柴田圭監督が就任しています。新体制で臨んでいるチームということになります。確かにここまでの青森を見ていると、近藤さんのおっしゃるように何かこう守備の硬さ、その安定感というのは見られますよね。そうですね。ちょっとやっぱ去年はすごいこうパスをつないできて、はい、こう立浪選手にこうサイドを変えられたりスルーパス出されたりっていう場面でちょっと苦労してたように思うんですけども、はい、非常にこう手堅く硬い守備から速い攻撃に移っているように見えます。そして今のプレーで背番号27番の佐久間にイエローカードが出ています。青森です。ここで前半の飲水タイムに入ります。手元の時計で前半の22分が経過したところで前半の飲水タイム。さて近藤さん、ここまでの試合はどんな印象ですか？そうですね、まあ、お互いのベンチからすると、まあ、想定内の立ち上がりだと思います。青森、はい、としても狙い通りのサッカーができてますし、まあ、鈴鹿としてはこう失点をせずに、来れているので、まあ、これから徐々にこう攻撃のチャンスを掴んでいこうというような考え方だと思うので、お互い想定内 の立ち上がりだと思います。三浦監督はそれこそ立ち上がりからまずは相手の状況を分析して、そして冷静にゲームを戦っていきたいという話をしていました。焦っている様子はありませんか？そうですね、はい、焦っている様子はないんですけども、まあ、こうゲームの状況を見ながらこうシステムを変えたりとか、はい、そういう柔軟に対応できる監督なので、ええ、もしかしたら前半のうちに形を変える可能性もあるんですが、おそらく同じような形でいくんじゃないかなというふうに思います。開幕戦では過去3シーズンまだ勝利がない鈴鹿です。2022年シーズン第24回日本フットボールリーグ、鈴鹿ポイントゲッターズとラインメール青森の開幕戦。鈴鹿の開幕戦の成績は過去ここまで1分け2敗となっています。今日勝てば JFL 開幕戦初勝利ということになる鈴鹿。さあここはフリーキックのチャンス。今ちょっと飲水タイムを利用して入念に打ち合わせをしていたので、はい、こう何かこうトリックプレーをするかしっかり合わせてくるかちょっと楽しみなところですね。どこに合わせてくるか。巻いてくるボールファーサイド、このボールは合いませんでした。ここまでまだシュートがないという鈴鹿です。奪って前線、藤島落として橋本、左中里、ここも左サイドバックの中里に預ける。1人かわす、ここもファウルになりました。
今日は多くのお客さんが詰めかけている四日市市中央緑地公園陸上競技場です。それこそ過去鈴鹿のホーム戦最多観客数は2019年5月5日のビアティン三重戦で記録した1308人という、まあ、その数字がありますが、おそらくこの状況を見ているとそれを大幅に上回っているかというところ。そうですね、2倍から3倍ぐらい上回りそうな雰囲気ですね。ここはカウンターになる、抑えたい鈴鹿です。青森左サイドから10番の榊原、ここはしっかりとディフェンスが戻っています。鈴鹿先ほどもやはりこうちょっと中盤の前田選手が奪われてしまったんですけども、はい、やはりこうちょっとサポートの距離感をもうちょっとこう修正したいですね。どうしてもこの中盤のサポートのところが今ちょっとうまくいってないように見えるので。なるほど、ここはコントロールできませんでした三宅。過去3シーズン鈴鹿は開幕戦での勝利がありません。鈴鹿の開幕戦の成績は過去2分け1敗、今日勝てば JFL 開幕戦初勝利ということになります。多くのお客さんが詰めかける中で、そしてピッチ上では三浦知良がいるという中で、その開幕戦初勝利を挙げられるか鈴鹿ポイントゲッターズ。鈴鹿はちょっと涼しくなったぐらいの時期、秋ぐらいからかなりこう連勝を積み上げるんですけど、はい、今年はちょっと J リーグ昇格に向けて、はい、本当にこの春から開幕からしっかり勝って、はい、勝ち点を積み上げてほしいですね。なるほど、クラブ発足14年目で三重県初の J3 昇格を目指す鈴鹿です。それこそ三浦康俊監督は目標を具体的に勝ち点64以上というものを示しています。まあ、こうした近藤さん、具体的な数字を目指してというところは選手に与える影響もあるんでしょうか。そうですね、本当に最初のミーティングの時に、そういうような話をされていて、はい、やはりこう分かりやすく、まあ、当然そのサッカーの内容とかもそうなんですけども、やっぱ数字のところを見せて選手にこう意識づけをさせるというところがこうやっぱりうまいなと思いますね。なるほど、これは青森のコーナーキックです。青森はこれが前半1本目のコーナーキックになります。両チーム通じて1本目のコーナーキック。まだ両チームともに得点はありません。手元の時計で前半の29分が経過しています。選手が中央に4人固まっている青森。低いボールできた、クリアはまだできていない。中に入れてくる石井へのボールは、ここは直接ゴールラインを割りました。なかなかチャンスという場面を作れていない鈴鹿の前半です。まあ、キャプテンの橋本が話していましたが、開幕戦は大きなリスクを負えない試合で、お互いに手堅い試合になる可能性があるという、そんな話もしていました。ここまでまだシュートがない鈴鹿ポイントゲッターズ。ラインメール青森はここまで3本のシュートを放っています。まあ、ラインメールもこうセットプレーの流れからのシュートが多くて、まだ流れの中では崩せてないので、開幕戦ということもあって、このセットプレーの数と、まあ、セットプレーにの中でのシュートっていうところはやはりこう数は増えてくると思うので、はい、そこはやっぱりお互い、まあ、しっかり対策はしてると思うんですけども、はい、そこはこう一つゲームの流れを左右するポイントになると思いますね。昨年鈴鹿はコーナーキックからも結構得点かなり取っているので。なるほど、まだ今日はコーナーはないと思うの で、ね、早くちょっとコーナー、シュートもそうですけど、コーナー早く1本取りたいですね、
ここは青森ボールのフリーキックです。ピッチ上にはサッカー界のレジェンド三浦知良、キングカズの姿があります。ここ三重県でプレーしている三浦知良です。ストレートのボール、ファーサイド、このボールがつながる。橋本がしっかりとディフェンスしました。25番の前田へ、そして中里、前線に大きくクリアします。ここはセーフティーにクリアしていきました青森ディフェンス。さあ中盤、25番の前田から右サイドへのボール、このボールを読んでいた青森。19番の坂東です。8番の海口から左サイドへ、ここに橋本、藤島は今中央にいます。そして右サイドへ、15番の菊島上がってきてワンタッチ、三宅、菊島、海口、ここがつながりません。まだボールのキープは鈴鹿です。小野さん、この時間帯は33番の藤島がトップの位置までポジションを変えていますかね。ここは激しい当たりになる。あ、そしてレッドカードです。背番号25番の差し波に対してレッドカード。非常に今近藤さん激しい当たりになりましたね。そうですね、一つはこうレッドカードということで、一つはこう、まあ、その激しさっていうところと、もう一つはこうタイミングですね、はい、少しこうプレーした後に遅れたタイミングで入ったので、その2つの点でちょっとこう悪質というふうに思われてレッドカードの提示になりましたね。はい、25番の差し波レッドカードで一発退場です。これでラインメール青森は1人少なくなりました。近藤さん、鈴鹿はここからチャンスが多くなるかもしれませんね。そうですね、やはりこうサッカーにおいて1人かけるとこうゲームの中で大きな差になるので、はい、そこをうまく使って攻めたいですね。青森が10人になっています。1人少ない青森、本当に今井選手怪我がなくて良かったですね。そうですね、森選手本当に去年の途中から、はい、レギュラーで出始めて、はい、本当にこう試合を重ねるごとに本当に成長してて、はい、今もずっとこう激しい大きな声でコーチングしてるんですけども、成長著しい選手なので、本当に今シーズンもこう楽しみな注目の選手ですね。24歳のプレーヤー、気持ちを前面に出すディフェンスです。さあ相手が1人少なくなっています鈴鹿。手元の時計でまもなく前半の35分を迎えようという開幕戦、鈴鹿ポイントゲッターズとラインメール青森。右サイドに展開、前田が戻ってディフェンスしています。ここも青森のコーナーキック、さあここは集中したい鈴鹿です。キーパー飛び出して抑えました。その前に笛が鳴っています。ここも選手が1人倒れています鈴鹿ポイントゲッターズ。
8番の海口でしょうか、立ち上がりました。ラインメールはおそらく1人退場してワントップのような形にしていると思うので、はい、鈴鹿としてはディフェンスラインが少しこう余裕を持ってボールを持てると思うので、ええ、そこを起点にしてこういいボールを前線に配球していくというところを増やしたいですね、うん、そして近藤さん、橋本がポジションを左サイドに移していますね。あ、そうですね、こう左サイドで起点を作りたいという狙いがあると思います、ええ、それで、藤島選手が少しこう中に入って、あ、そうですね、はい、やはりこう立ち上がりの戦況を見て早速こう変化を加えてきたというか対応してきたような形ですね。一番前線にいるのが今33番の藤島という状況。そうですね、で少しちょっと引いたポジションに三浦和義選手が入っていて、左に橋本、はい、右に三宅という形にしましたね。そうですね、少しポジションを修正しているポイントゲッターズ、鈴鹿ポイントゲッターズです。前田、そして中にはカズがいる。そのカズがボールを受けて縦に藤島へというボール、ここはいませんでした。やはりこう中盤の形を 4-4-2 の去年の形に戻して少しこう距離感とバランスを修正してきましたね。このあたりが三浦康俊監督の手腕の一つということになるんですね、近藤さん。そうですね、やはりこう見ててもちょっとこう中盤の形がうまくいってなかったのに見えたので、はい、そこをしっかり修正してきて、またそれでちょっと相手がどうなるかというところを見ていくんだと思います。なるほど、中里のディフェンスです。ボールを奪った、さあカズから中里へ、海口、三宅、大外、菊島がいるぞ。三宅がキープ、菊島が裏を狙う動き。ここは落ち着いてボールを回していきます鈴鹿です。前後半45分ハーフで争われます。前半のうちにここ1点取りたいですね。上田から左サイド、中里が上がってきている。その中里へ、中里に対してのプレーはこれは笛はなりません。青森のスローインです。前線からプレスに行く、囲いに行く、そして数も行く。上田が落とす、中を見ている中里、藤島がボールを要求している。ここには数、3番の今井、今井から裏のスペースよく見ていました。ここに三宅、巧みなそのボールさばきを見せます。海口、間抜ける、シュートはブロック。ここは打たせてもらえません。激しいボールの奪い合い、3番今井のディフェンスです。ここはファウルになりました。ただ今今井がよく遅らせましたね。そうですね、ちょっとミスしてしまったんですけど、すぐに切り替えて激しいディフェンスに行きましたね。ちょっとファウルが厳しい判定にも見えましたけど、本当にいいディフェンス しましたね。手元の時計で間もなく前半の40分を迎えます。鈴鹿ポイントゲッターズ対ラインメール青森の一戦。少し選手の配置を修正しているという鈴鹿ポイントゲッターズ三浦康俊監督です。少しこの辺でボールが持てるようになりましたね、はい、相手がやはりこう1人退場してフォワードの枚数を削っているので、はい、この辺がボールがかなり持ちやすくなりましたね。相手陣内でのプレーが多くなっている鈴鹿。今井から縦に入って、カズ、藤島、もう一度カズ、そして藤島、菊島が上がってきた。中には前田がいる。ファーサイド橋本へ、ここは奪われクリアされました。
鈴鹿ポイントゲッターズ一旦ゴールキーパーに下げます。んとここは繋いでいます。中里もう一度作り直します。チャンスを伺う鈴鹿。菊島から流れるように繋いでいく19番の三宅。この人には突破力があります。三宅左足で入れる。ヘッドは数に合わせてきたボールでした。惜しかったですね、三宅選手あの辺のドリブルの切り返しからのクロスがやはりこう上手いですね、はい、そしてあの数もいいポジション取りをしていましたね。そうですね、本当にこう三浦選手もポジション取りが上手くて、はい、こうあの合わせてシュートを決めるとかっていうのを練習でもよく決めているので、なるほど、本当にここ楽しみですね。そして今カズが合わせようというそのシーンがあった直後にスタンドからは大きな拍手が送られました。そうですね、本当にたくさんの方見に来てくれてるので、はい、本当にゴール見たいですね。そうですね、55歳と15日でもしゴールを決めれば JFL 最年長ゴール記録ということになります。そして自身1827日ぶりの公式戦ゴール、そのゴールは生まれるんでしょうか。三浦知良左サイドからここはうまくカバーしている3番の今井です。これだけ長く前半出るのも多分かなり数年ぶりだと思うんですけど、そうですね、全くこうそれを感じさせない運動量と動きですね、はい、今その数が大きな声を出しました。数も戻ってディフェンスをしています。鈴鹿中に入れるボールはキーパー抑えました。石井です。一人少ない青森、ただここはうまくよく戻ってディフェンスしたという青森です。青森も本当にこう粘り強いディフェンスをしっかりしてますね、はい、このあたりが昨シーズンとの一つの違いということですよね。そう見えますね、もう一人一人の守備の意識がすごい高くなっているような印象を受けます。前半の43分が経過しています。手前のタッチラインを割っています。島が追いかける青森ゴールキーパーの広末、右へ中里が競り合いに勝ちます。もう一度激しい当たり、ここはファウルになります。ここで青森の選手が先ほどのプレーで倒れています。27番の佐久間です。手元の時計で間もなく前半のアディショナルタイムを迎えようというところ。ここは集中したいですね。ベンチからもしっかり集中って声が出てますね、高いボールキーパー飛び出します。石井が抑えました。すかさず前線へ、スピードのある33番の藤島を狙うキーパー青森。手元の集計ではここまで青森3本、そして鈴鹿が1本のシュートです。手元の時計で前半のアディショナルタイムを迎えています。アディショナルタイムは3分です。前半のアディショナルタイムは3分、まだチャンスありますね。そうですね、さあそしてカズから左サイドへ中里。カズはここは下がってプレーしています。ディフェンスラインから3番の今井、菊島から裏のスペース、前田が飛び込んでくる。一つ狙いが見えました。鈴鹿ポイントゲッターズのプレーです。ようやく初めて2列目の中盤の選手からの飛び出しが出てきましたね、はい、立ち上がりちょっと見えなかった形だったので、ええ、ようやくこう活性化するような動きが出てきましたね。なるほど、徐々にその鈴鹿が自分たちの持ち味のそのサッカーを見せようという前半の終盤です。
いに手堅い試合になっていくんじゃないかと話していた鈴鹿のキャプテン橋本。ここまでまだ両チームともに得点はありません。海口のプレー、ここはファウルになります。すでにアディショナルタイムの1分が経過しています。ここは集中したい鈴鹿。このキックはクリアしています。中里がここで大きくクリア、しのぎました鈴鹿のディフェンス。素早く運びたいですね。そうですね、アディショナルタイムの2分が経過しています。前田が下がってきました。降りてきて、そして上田へ、上田から前線、藤島、縦のスペースを狙った。藤島に対して2人のディフェンス。この辺りの厳しさがある青森。上田が前を向いて、アディショナルタイム目安の3分が経過しています。ここで前半終了のホイッスル。鈴鹿ポイントゲッターズのホームで行われていますラインメール青森との開幕戦、前半が終了して0対0、両チームともに無得点で前半を折り返します。
第24回日本フットボールリーグ第1戦エコトップで鈴鹿ポイントゲッターズ5月第2名です青森です。後半45分のキックオフです。両チームともにハーフタイムでの選手交代はありません。前半とはエンドが変わって画面右から左に攻める青と黄緑のユニフォーム鈴鹿ポイントゲッターズ、そして左から右に攻める白のユニフォームがラインメール青森です。両チームともに前半は無得点0対0で折り返して後半を迎えています。そしてこの後半から解説は鈴鹿ポイントゲッターズ元コーチで現在伊賀 FC くのいち三重でコーチをされている林一明さんです。林さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。林さん、まず前半をご覧になっての印象いかがですか？そうですね、退場者が出た35分あたりぐらいからですかね、はい、それまではボールがどちらにつくかわからないような均衡したところがあったんですけど、そのあたりぐらいから鈴鹿が一人相手が足らないところをうまく利用できている部分も出てきまして、はい、ちょっとマイボールにできる時間が増えてきましたので、そこで時間を作りながら相手を引き出したりスペースを使いながらというところが出てくることを期待していきたいですね。なるほど、はい、改めて林さんがこの後半注目している選手、うん、誰を挙げますか？やはりキングカズさんですね。あ、そうですか。はい、できる限りキングカズさんのゴールを三重県民として見てみたいっていうところがあります。11番三浦知良、この後半もピッチに立っています。今日で55歳と15日、 JFL 最年長出場記録。ここは集中したい鈴鹿、高いボールキーパー石井、安定したキャッチングを見せました。この一番最初入りのところでこうやってしっかりとマイボールで作れるっていう時間を作れるっていうのはいいですね。はい、そしてもう最初の流れ、ここをこうやって取られちゃうとちょっと痛いんですけれど、流れができちゃうとそれを取り戻すって結構難しくなるので、こうやってしっかりとスペースを使いながらマイボールの時間を増やすと狙いを持ってできるようになってくると思うんですね。ここは流れるようにパスをつないでいく鈴鹿です。前半と比べて前向きでボールを持てるようなところが増えてきますので、で相手のチーム、はい、ライメール青森さん見る限り前がかりでちょっと今も左サイドのスペースができるんですけれど、はい、そういうところに配球あるいは走り込んでくれるとチャンスが生まれてくるかなっていう感じですかね。ここもボールを持ち続けている鈴鹿です。7番の中里、縦キャプテンの橋本、海口、橋本、ここは強さを見せる橋本です。この辺りから1人背後抜け出すところ、そしてここは橋本が足を押さえて倒れています。橋本に対するファウル、まだ橋本は起き上がれていません。あ、そして今バツマークが出ましたでしょうか。8番の海口が早く来てくれというようなそんなジェスチャーも見せていました。あ、そしてカズが今両手でバツのそのマークをベンチに伝えました。ここで鈴鹿にアクシデント、キャプテン10番の橋本浩二、今のプレーで倒れて起き上がることができません。後半の立ち上がり相手が1人少ないという中で
ここから勢いに乗っていきたかった鈴鹿ポイントゲッターズですが、ここは林さん、一つ鈴鹿にとってはアクシデントですね。そうですね、スペースが生まれてきて彼が前向きでボールを持てるところも増えるだろうと考えられたので、はい、今丸出ました。どうでしょうか、まだ×ですかね。もう選手何人もが×マーク、そして担架で運ばれている橋本。ちょっと怪我がひどくないことを願いたいですね。いや、そうですね、うん、今日から始まった2022年シーズン日本フットボールリーグの開幕戦、そして21番の山内が呼ばれました。ここで21番の山内が呼ばれて、そしてキャプテンの橋本浩二は担架に運ばれながらピッチを後にすることになります。後半立ち上がり早々鈴鹿にアクシデント。橋本に代えて21番の山内が今入りました。こぼれ、アクシデントがあった中で鈴鹿、手元の時計で後半の5分が経過しています。21番の山内です。昨シーズン11試合に出場しています。ここはその山内が何か中里とコミュニケーションを取っている様子がありました。中里、正確な左足巻いてくるボール、セカンドボール鈴鹿です。15番の菊島のボールはここは精度を欠きました。山内はそのまま前にポジションついています。今ですから山内と三浦和義の2トップ、そして左に33番の藤島、右に19番の三宅という布陣。ここはシュートを放っていきましたが大きく枠を外れました。23番の津久井です。林さん、まあ、この23番の津久井、はい、あるいは10番の榊原、青森のこの辺りの選手には1人少ないという中でも注意が必要ですね。そうですね、おそらく23番のこの津久井選手のところへボールが放り込まれてきて、そこに対して同時進行で10番、それから8番、はい、11番の2列目の選手が入ってくるところ、ここに対してはやはりセンターバックともう1人の選手っていうのがカバーリングのポジションをしっかり取りながら、はい、していないと、ちょっと危ない部分も出てくるかなっていうところですよね。なるほど。ただ人数1人鈴鹿の方が多いので、しっかりとこのセンターフォワードに対するマークをしておけば、まあ、そこにやられることっていうのはなかなかないので、しっかりと集中してポジションを取ってもらえれば大丈夫かなと思います。代わって入った山内がプレスをかけに行きました。この後ですよね、この23番が来た時に他の選手が走り出すので、ええ、そういう部分は注意したいですよね。まあ、そうした守備の部分での集中に加えて、林さん、まだ集計では鈴鹿ポイントゲッターズこの開幕戦シュートがありません、はいはい、このあたりは林さんどうご覧になりますか。そうですね、なんだ、入りのところでボールをマイボールの時間が多くて前向きでボールを持ててたので、そこに関しては多分変わらずできるところなんですよね、はい、人数が多い分自分たちの慌てずにペースを保てれば、でそこでしっかりと相手の慌てずに引きずり出して、そのスペースを使いながらやっていければチャンスは生まれてくるので、慌てずにですね。そして15番の菊島のロングスローです。はい、6番上田が競りに行く、藤島ボールをキープ、藤島から速いボール、このボールは選手がいませんでした。まだあります、中里、そして前田です。こ
ういうところ慌てずにしっかりと海口ここ相手センターバック穴開いているのでこういうところですよね、はい、あースペースに入ってきましたね。そうああいう動きをもう少し、増やしていきたいですよね。でこの時にカウンターの準備だけを山内から左足のクロス海口まだあります。もう一度山内ここは旗が上がっています。オフサイドです。先ほど林さんがおっしゃったようにその8番の海口2列目からこう飛び出していくようなそんな場面がありましたね、はい、こういう場面が増えてくるとチャンス生まれやすくなりますので、はい、だからあの辺りでボールを持てる時間必ずできてきますから慌てずにしっかりと狙っていきたいですね。手元の時計で間もなく後半の10分を迎えます。55歳の三浦知良は前半からこれで55分プレーするということになる。しっかりとマイボールにして7番の中里でこの今変わった山内選手は、はい、スピードがかなりあるので、前半になかったようなあの中里選手からのスペースっていうのが配球っていうのが出てくると思うんですね、はい、今のようなそうすることによって相手のラインはまた別、前半になかったことを考えなければいけなくなるのでチャンスが出てくる場面っていうのは増えるかなとは思います。その山内の投入が一つのきっかけになるか鈴鹿。ですから山内そして左の33番の藤島右には19番の三宅非常にスピードのある選手が前線に揃うという鈴鹿です。中里これですよね。この23番が背負った背負ってその後、はい、ここは対応しています。19番の三宅しっかりと1人多いので僕は長いボールだけを気をつけて右へのボール27番の佐久間青森です。そして鈴鹿のスローイン ベンチには栗田マーカー J が控えているという鈴鹿。5番の菊島右から三宅菊島上がってきたさあどうするまだあります。そこで奪い返した左のシュートはブロックしています。慌てない。もう一度海口から7番の中里チャンスを作り始めている鈴鹿です。ここでうまく前を向いた藤島中には数がいる。さあその数へのボールカウンターだけファーサイドに流れていきました。まだボールを回収しています鈴鹿です。左サイドへ33番の藤島中にはキャプテンマークを巻いている数がいる。まだボールのキープ。ここはスローイの判定です。青森ボール今のはファールじゃないかというようなそんなアピールを見せる33番の藤島。ただ後半確実にチャンスを作っていこうという鈴鹿のプレーが多くなっています。キャプテンの橋本が負傷退場となってそしてその後そのキャプテンマークを受け継いだ背番号11番をつけるキングカズこと三浦知良です。8番の海口中盤からリズムを作る19番の三宅3番の今井前線にはカズそして山内がいる。藤島が動き出しているその藤島を狙うか山内へこぼれますよ。セカンド7番の中里今と前向きで そして山内内に藤島中里も回ってきている。もう一度山内チャンスになった。倒れる。ここは笛が鳴りません。寄せるナイス攻守の切り替えの速さを見せる鈴鹿、PK かと思われたシーンでしたがここはファウルありませんでした。 B
21番山内のプレーでした。ただ明らかに林さん、もう相手にとって危険なエリアまで入り込んできていますね。そうですね、はい、あとはそこをしっかりと狙いを持って精度よく出せるかというところですね。と同時にやはりカウンターに対する守備、そこだけ忘れないようにしておきたいですね、はい、そうすれば波状攻撃も可能になってきますので。三宅、そして海口、ここに菊島、細かくつないでいこうという鈴鹿のサッカー、うん、ここはアフター気味に行きましたか。背番号3番の木下、イエローカードが出されています。ラインメール青森です。後半の立ち上がりから相手陣内に押し込む時間が多くなっている鈴鹿です。ここもフリーキックのチャンス。手元の時計で後半の15分が経過。ピッチ上にはまだキングカズがいます。さあキッカーの中里、精度の高い左足、キーパー飛び出しました。17番の広瀬を抑えています青森です。そうカウンターになる青森、そこで止める。ナイス。6番の上田が戻る。スピード止めたから大丈夫ですね。ここでしっかりと送らせました。こういうところでしっかりとポジションもう一回やり直して、このボールを回収できるか。2人でボールを奪いに行く前田のプレー。あ、大丈夫かな。キーパー飛び出す。ここは鈴鹿ボールになりました。早いリスタート、すぐにボールをつないでいく鈴鹿。中里、何か山内に寄ってこいというようなそんな指示もありました。中里です。ちょっと気をつけたいな。林さん、気をつけたいというのは、ちょっと どっちにボールが転がるかわからない状況になっていて、はい、ちょっと広がりすぎている部分、ここ気をつけたいですね。なるほど。今中里君がボールを持った時に出す位置あまりなかったですね。相手は狙えているのに。再びその中里がボールを受ける。33番藤島から25番の前田、今井、右に菊島、そして間でもらった、縦でもらった海口、カズさんがいてくる。前を向いて山内へヘディングでクリアしている。今のも惜しいですよね。山内選手が背中を抜けて、はい、カズさんがど真ん中でフリーで、こういう部分というのは必ず出てきますので。あ、なるほど。ここをどちらを選択できるのか、はい、っていうところですよね。手元の時計で後半の17分が経過しています。まあ、それこそ前半からピッチに立ち続けている11番の三浦和義の姿があるわけですが、林さん、今日のカズのプレー、ここまでどうご覧になっているんですか？そうですね、やはりなんて言うんだろう、チャンスを作るっていう部分で、やはりカズさんがマイボールにしてくれる部分っていうのはあるんですよね、はい、でここは勝負すべきなのか、それともキープすべきなのか、はい、そういうところは百戦錬磨ですので、はい、最終的にやはりゴールに絡んでくる部分、はい、そういうところでカズさんを見ていきたいっていうのが正直なところですね。なるほど、はい、そのゴール前でのカズのプレー、それこそ前半うまく相手との位置取りを制してヘディング落ち込むかという場面もありましたものね。そうですね、そこら辺のタイミングとかポイントっていうのはもう本当に日本のエースですから。なるほど。ここで見たいですよね、そういうゴールを決めるところを。先月26日に55歳の誕生日を迎えています。ここは山内は立ち上がりました、青森から縦にボールが入る。ここは海口が戻りました。これチャンス生まれますよ。そしてカウンターになるか。数落として中里から山内が動き出しを見せる。
惜しかったですね、今ね動き出し、前の動き出し、相手背中取れそうな部分がありましたので、やはりその中里がボールを受ける瞬間というのは前線も狙ってるわけですね、うん、中里選手が前向きで持てるタイミングと狙いを図れるところが後半結構出てきてますので、はい、それもう一個前のポジションでできるといい、 ですよね。ここも前向きで持てますから、海口ちょっと右サイドを見ていて、ここに菊島、菊島は自分で突破をかける、19番の三宅です。鈴鹿のスローイン、あ、ここで鈴鹿ポイントゲッターズ背番号17番の中村健人、キングカズ三浦知良と交代です。55歳と15日、 JFL 最年長出場記録を大幅に更新しました三浦知良、ここで交代となります。後半の20分、ただ55歳の選手が前半45分と後半20分プレーするというのは、もうこれだけでも林さん驚異的ですよね。そうですね、もうちょっと考えられないですよね、自分の年齢と考えてみると。なるほど。さあキングカズ三浦知良はここで交代、17番の中村健人が入っています。ここもロングスロー、どうだ、クリアしています。カウンターになる青森、しっかりと中里一旦後ろに下げます。しっかりとマイボールにして、このボールは青森になる。13番のつくい、一人少ない青森です。大丈夫ですね、ここは対応しました。前半の33分に25番の佐奈美が一発退場で1人少ないという状況となっているラインメール青森、鈴鹿ポイントゲッターズは1人多い状況です。中を見て左サイドは対応している菊島、そして代わって入った17番の中村健人、数が交代して、そして前線には21番の山内、そして19番の三宅が行きます。その三宅が今プレスをかけていきました。ちょっとセカンドボールが相手にこぼれ出ますね、この辺りの時間帯は、この相手の流れにならないうちにしっかりと、ここは中里が抑えました。こういうところしっかりとマイボールにしたいですね。つながる青森のプレー、中里のディフェンス、すくい、そこをかわしていく、中に入れる、このクロスボールは精度を欠きます。助かりました鈴鹿です。そうですね、ちょっと相手の流れになりかけていたところだったので、一度もう一回、あ、こうやって時間が切れるっていうのをもう一回やり直すところに直して、ちょうどいいタイミングですね。そしてここで後半の飲水タイムです。改めて林さん、はい、後半の22分が経過して、ここまでの鈴鹿のプレー、どんな印象でしょうか。マイボールの部分が出てきているので、はい、もう少し仕掛けていきたいですね。なるほど。この後鈴鹿が得点を生むためには、今おっしゃったその仕掛けの部分ですか。そうですね、もう一個前のところっていうんですかね、はい、場所がエリア、バイタルエリアっていうあたりっていうんですかね、そのペナルティエリアのあたり、はい、そのあたりでボールを前向きで持って、はい、2、3人が絡めてくるっていうのが一番理想的なところかなとは思うんですけれど。なるほど。それこそあのボランチである25番の前田であったり、あるいは8番の海口、はい、このあたりが前向きでボールを持てた時というのは何か可能性を感じますよね。そうですね、あとやはり中里選手が上がったところっていうんですかね。そうですね、あの相手よりも1人多いので、彼が上げられる部分っていうのも出てくると思うんですね、もう少し、はい、でそこでしっかりとそのアドバンテージを利用しながらやっていければゴールが生まれることを期待したいですね。そしてラインメール青森がここで選手交代です。
背番号11番の小畑純平に変えて背番号14番の酒井匠が投入されます。ここで選手の交代を終わったんですが、第1名が青森、小畑純平、背番号11番酒井匠、背番号14番入ります。ここまで鈴鹿が2人選手が変わって、ナインメール青森はメンバー交代、今のが1人目ということになります。この一戦は5人まで選手交代が認められています。25番の前田、左サイド7番の中里、33番藤島、今のような相手のディフェンスラインの背後に走り出そうっていう動きですか。こういうですね、ここで梅口、こういうのが入ってくるとこの2列目に穴が生まれてきますので。なるほど、前のボールを奪うか。ここは15番の菊島も中に入ってきているという状況でした、うん、鈴鹿。こういうアクションが増えてくれることを期待します。ここで本日の来場者数を発表します。本日の来場者数は4620人です。でこうやって前向きでね、持てる時間が増えてくれば。右からのクロスボール、はい、ゴー、決まった。後半の26分、いいですね、言ってたそばから。背番号19番のヘディングで合わせていきました。2022年シーズンのファーストシュートを流し込んでいった三宅。鈴鹿ポイントゲッターズ開幕戦初勝利へ先制しました。林さん、はい、いい形でしたね。そうですね、本当に前向きでボールを持って、サイドから駆け上がった選手と中に飛び込んできた選手ですよね、はい、こういう矢印があれからこそ言ったらスペースも生まれてきますし。なるほど、相手としてもやりづらいですよね。さあ後半ついに先制した鈴鹿ということになるわけですが、この後の戦い方また一つ集中しなければなりませんね。そうですね、ここ今危なかったですけれど、これでまた相手の矢印が一度途切れますので、ここで慌てずに、しっかりと自分たちの矢印に変えていけることをね、していければと思います。なるほど、ただとはいえども相手ラインメールを守るとしてはどうしても前向きに、前向きというかボールを奪いに行かなければいけないので、はい、前がかりになる部分を利用していければいいかなとは思いますね。そして今日の観客数ですけれども4820人ということです。過去鈴鹿のホーム戦最多観客数は2019年5月5日のビアティン三重戦で記録した1308人なんですが、それを3500人上回る記録ということになっています。まあ、このあたりは林さん、はい、やはりキングカズ三浦知良のその影響という部分も非常に大きいでしょうね。まあ、そうですね、そうカズさんがいらっしゃることによってこの三重県のサッカーが盛り上がってくれるっていうところを、こんなに三重県でもサッカーの見に来たい人っていうのはいるっていうことなんですよね、はい。まあ、そして今日この試合を見てまたこの鈴鹿のサポーターがどんどん増えていくというわけですよね、うん、そうですね、そうやって、三重県自体が元気になってくれることを願いたいですよね。そうですね、スポーツを通じながら。さあ1点先制した鈴鹿、さらに勢いを増す、また前向きで持てるので、中里、左に33番の藤島、もう少し2列目のところを押し上げて、あそこガラガラに空いてますからね、これ中村健人、ここの辺だけの回収は早めにしないと、ね、その回収というのはやはりカウンターへ の、 そうです、ね、その注意ということですね、はい、奪われたそこの場所と、それからの23番に対する今上田選手が捕まえてましたけれど、はい、あそこへのしっかりとした圧力、それからカバーリングという部分はしておきたいですね。もういいですね、ここも前線から行く海口のプレーです。この1人が行って1人が回収するという部分をしっかりやっておけば、忘れずにすればそんなにやられるところは出てこないと思いますので。さあ藤島、藤島前を向く右足、
ここはブロックされました。こういうところをまた前からしっかりと狙いながら、はい、どうしても勝っていると下がりがちになっちゃうんですけれど、慌てずに、それからこの23番に対するマークですよね、はい、ここは今井がしっかりと、失礼、6番の上田がしっかりとついていました。後半の26分、これはしっかりとマイボールにしたいですね、この後のこのボールですね。そうですね、後半の26分、19番の三宅のヘッドが突き刺さって、鈴鹿ポイントゲッターズ、この開幕戦先制に成功しています。2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ、三重県初の J3 昇格を目指す鈴鹿ポイントゲッターズの戦い、その開幕戦、鈴鹿がまず先制しています。手元の時計で間もなく後半の30分、ここをしっかりとまたマイボールにしたいですね。で、後ろからちょっと余りすぎているので、右サイドから山内、どうしても人が多いのでちょっと、うん、もう一回やり直して、ここは25番の前田が激しく行きました。狙っています。そして山内がプレスをかける、ね、いいですね今のね、しっかりと後ろからも押し上げがありますし、そして中村健人、これまたマイボールにしっかりと後ろから中には藤島がいる、が山内へファーサイドに藤島、うん、いいここに海口、そして中里、ボレーシュート、惜しいですね、ポストの右でした。ただ中里の左足、素晴らしいボレーシュート、あそこにボールが入るようになるとどうしても相手としては怖いので、今度は逆に背中、そこに飛び出していって背中の部分が空いてくるっていうことがよくありますから、ちょっと続けてやっていきたいですね。ここは25番の前田、少し笑顔も見られましたが、ここは立ち上がっています。どうでしょう、少し左足を痛めたような、ここはもう担架に乗りました。25番の前田がそのまま担架で運ばれているという状況。映っているのは三浦泰年監督、今日はキャプテンの橋本も試合途中で負傷退場ということになりました。そして25番の前田、ここでピッチの外に出ています。試合は再開されています。今ですからこれ鈴鹿も10人ですね、10人ということですね、はい、そして2人の選手が用意している鈴鹿、13番のキム、そして29番の坂本です。しっかりと1人目いけるようにしないと、ここ持ち上げられると気迫あふれるプレー、まだあります。気をつけたい、縦に入るか、ここも海口が対応、1点リードしている鈴鹿です。そうそうそう、2人でボールを奪いに行きました。林さんからナイスという声が上がった。さあ1人抜ける、そして中村健人、もう1人抜ける、でキープしよう、マイボールにしよう、もう一度海口へというところ、そして先ほど担架で運ばれました25番の前田に代わって13番のキム、そして29番の坂本は左サイド、33番の藤島と交代です。これで鈴鹿ポイントゲッターズは4人目の交代ということになります。
中里から上田、そして坂本、坂本中を見る、慌てずにトラップして打てるか、山内ブロック、まだあります。ここで回収したいですね。しっかりとチェックして23番マークス、縦に入る、ここはしっかりと丁寧に、そこで潰してしまう、そう背後、これ前棒にできるように変わって入ったキムの対応です。先ほどの選手交代で7番の中里、左サイドバックにいた中里はボランチの位置にポジションを取っています。そして左に29番の坂本、ここは試合が続行されています。ちょっと相手前線に人が多くなってきたので、はい、スペースは逆に言うと楠塚側としては生まれますからね。左サイドバックにポジションを移している6番の上田のスローイン、中村健人が前を向く、坂本、左から坂本、中央には海口か、このクロスは合いませんでした。もう一回やり直してもよかったですね、うんまあ、ただ入ったばかりなので、そうですね、って自分にあの元気つけるためにも行くっていうところは大切かなと思います、はい、一つの積極性を見せていた29番の坂本です。ちょっとこの23番の周り入ってきている選手、この10番がフリーになってくるので、はい、スペースが大きくなってくると気をつけた方がいいですね。3番今井の対応、ここ慌てないようにしたいですね。まだ来てないのでしっかりと、相手はガンガン来ると思うので、これも今も空いてますよね、5番の選手の背中ですかね、はい、やはり前がかりになっているので、どんどんそこはついていきたいですね。そしてラインメール青森は一気に3枚変えてこようというところです。7番の平塚、そして30番の阿部が投入されています。さらには16番の和田です。一気に3枚変えてきているラインメール青森、いいボールですよこれ、深い位置、惜しい。手元の時計で後半の37分が経過しています。おお、すごいね、高さを見せていきました。ここはコントロールできなかった、さらに前を向く、左足、ここでスルーパス、キーパー取れる、キーパー取れます、石井のナイスプレー。ただここは衝突して、ちょっと中に入りましたね。石井の気迫あふれる、勇気あふれるナイスプレーですよね。ナイスキーパーでしたが、タイミングも判断も勇気も、あそこで飛び出さなければ本当に危険な場面でした ね、はい、倒れているのは30番の阿部、ラインメール青森、そしてゴールキーパー鈴鹿ポイントゲッターズの石井です。カード ここで三浦監督も心配そうな表情を見せているんですが、JFL のレギュレーション上すでに3回交代をしている状況ですから、これ以上鈴鹿は交代ができないということになります。まだ立ち上がることができないゴールキーパーの石井、
選手交代は5人までは認められるんですが、立ち上がりましたね。ここで立ち上がりました。ナイスプレーですね。立ち上がりました、うん、石井の素晴らしいキーパー、はい、そのプレー。ピンチをなんとかしのいだ鈴鹿ポイントゲッターズ。ここは石井が立ち上がりました。カウンターでこぼれたところをまた2列目が走ってくる、2人目3人目っていうところですから、そこだけは本当に常に警戒しておかないとああいうことが起きますので、はい。そして30番ラインメール青森の阿部ももう立ち上がって、この後おそらくピッチに入ろうかというところです。手元の時計で間もなく後半の40分を迎えます。石井のキックです。焦りたいな、これ一回しっかりとキムが前線にシンプルに送っていく。そうこのあたり8番の海口のプレーです。こぼれ球取りたいですね。山内回収した、うん、19番の三宅、三宅は中にいるシュートは、うん、ここは15番の菊島のシュートでした。強力な右足放っていきました、右サイドの菊島。手元の時計で後半の40分が経過しています。林さん、この後の戦い方非常に大事になってくると思うんですが。そうですね、今まで以上におそらくこういう長いボール、それからそこに対してこぼれ球に対して 2列目の飛び出しがありますので、もうそこに対する警戒ですよね、はい、こういう切り替えの部分で、まあ、前に入ってくる人数が増えてきてますから、ここ詰めていきたい。引かないようにしっかりと1人目が出てくるようにしないと配球されてしまいますから。前線に入れてくるキムのヘッド、中村健人胸トラップ。さあ開幕戦初勝利が近づいている鈴鹿。1人行きたいですね。もう1人出ていく。ここも山内が行きます。浮かせない。そして上田囲める。そうすぐにボールを奪いに行くという鈴鹿です。厳しいですけど、この時間をしっかりとしのぐことですよね。相手は前がかりなので、そう同時にカウンターとして狙っておけば、これしっかり前ボールにしたいな。ここも奪われました。上田の対応まだあります。ここは救われました。鈴鹿手前のタッチラインを割って鈴鹿ボールのスローインです。過去3シーズン開幕戦の成績は2分け1敗。鈴鹿ポイントゲッターズは JFL の開幕戦でこれまで勝利を挙げたことがありません。1対0この開幕戦で1点リードしている鈴鹿ポイントゲッターズです。裏のスペース、ついていく、ついていく。後半の42分が経過しています。慌てないで、中村健人、菊島、競り合いになる。ここはキムが狙っていました。そしてキムはここはシュートを放っていったか。代わって入っている13番のキムです。ターゲットに当ててこぼれ球狙いですよね、はい、この2つ目のボール、セカンドボールに対する注意を。逆に鈴鹿としてもその後の回収できればチャンスはありますので、大きなスペースあるので、このボールマイボールにしたいですね、うん、ここもキムが高さを見せる。三宅がプレス、マイボールにしたい鈴鹿、ここで奪いました。さあ三宅ドリブルで仕掛ける、さらに行く、シザースを見せる、左でシュート。カウンターだけはカウンターを注意しながら出せないですね、うん、今日先制ゴールの三宅、ここはそのキレのあるドリブルを見せていきました。そして左足のシュート、ちょっと相手がもう完全に5バックのような形から完全に3になっているので、そこのところをうまく使いながら、はい、マイボール、
相手の攻撃を封じながら自分たちのチャンスを使いたいですね。この27の背中もいくらでも空いてるんですよ。21番の山内、裏のスペース、中には坂本がいる。ファーサイド、上田も上がってきた。山内はどこを狙うか。上田を狙っていく。このボールをしっかり回収しないと。ここは中里のケアです。でこれも後ろに余りすぎないようにして。そうですね、中には山内、そして坂本、さらには上田の姿もある。ここは右サイドから突破を仕掛ける中村健人。ふわっと上げるか。このボールに対するのが、さあこの後カウンターに注意したい鈴鹿。8番海口のディフェンスです。手元の時計で間もなく後半のアディショナルタイムを迎えようという開幕戦。さあ鈴鹿ポイントゲッターズ、夢の J リーグ昇格を目指しての開幕戦、その開幕戦初勝利が近づいています。このセカンドボールですね。さあここは注意したい鈴鹿。1人必ず競りに行って、その後その差は1点です。後半のアディショナルタイムに入っています。後半のアディショナルタイムは9分。これは林さん、まだ注意が必要ですね。そうですね、まあ、まだ普通にサッカーをアディショナルって考えずにスペースを使いながら3対1です。これさあこれはビッグチャンスになる。右サイド19番の三宅、サポーターが後押ししている鈴鹿ポイントゲッターズ。三宅が中に入ってきて中村健人へ落としてシュートを打てるか。シュートで終わりたいな。前を向いて左へシュート、決まった。いいですね、15番の菊島。ここで鈴鹿ポイントゲッターズ追加点。後半のアディショナルタイム、これで2対0。大きな追加点が入りました鈴鹿です。素晴らしいシュートでしたね、林さん。そうですね、本当にピンチの後にチャンスじゃないですけれど、しっかりと抑えることによって相手が空けてくれていたスペースのところしっかり飛び出して、で最後シュートで終わるっていう、はい、最高の形ですよね。しかもこの時間帯としても相手が前掛かりに来ている中 で、まあ、それこそ後半のアディショナルタイムが9分という中で非常に大きな追加点が入りました、はい、鈴鹿です。この後しっかりともう一回、ね、安心するまだちょっと早いの で、ね、まだまだ油断はできません。このキーパー取りますね。キーパー石、ここも慌てずにマイボールにしたいですね。今日も素晴らしい判断、そして気迫あふれるそのプレーでゴールを守っています石井です。坂本、17番の中村健人です。後ろちょっとあまり過ぎたくないですね。この7番のあたりでフリーができちゃうので今のあたりは行きたいな、上田君が。ここは鈴鹿ボールになりました。あ、今数があと6分だというようなそんな指で選手たちに伝えました。いいですね、数もともにベンチから戦っています。そう、そこを後ろを押し上げる。そして中村健人、中村健人前を向いてシュートを狙っていく。キーパー正面です。30番のところだけですね。これ足にしかも入れれないから大丈夫ですね。新加入の元 J リーガー、鹿児島ユナイテッド FC から移籍してきました中村健人です。ここも、そうそう、あ、石井がいい判断を見せています。後半の26分に三宅のヘッド、そして後半のアディショナルタイムに待望の追加点、菊島のゴールでした。これでスコアは2対0、2点差としているホームの鈴鹿ポイントゲッターズです。四日市市中央緑地公園陸上競技場には4820人という多くの観客が詰めかけました。
その多くのサポーターが見つめる中で鈴鹿ポイントゲッターズ2点リード、開幕戦初勝利が近づいています。左側も一回やめていいな。お落とすかというところ、29番の坂本、ここは奪われました。ただこのボールは余裕がありそうです。13番のキムの対応です。鈴鹿のスローイン、アディショナルタイムは9分あります。後半のアディショナルタイムは9分、すでにそのアディショナルタイムの4分が経過しているという状況。奪いました、上田、前を見て山内へ、勝利が近づいている鈴鹿です。ここは激しいボールの奪い合い、ファウルがありました。青森ボールです。手元の時計でアディショナルタイムの5分が経過。どうでしょう林さん、この終盤にかけても鈴鹿の集中は切れていませんか？そうですね、このただとりわけこのセットプレーというのは人数関係ないので、はい、ここはもう一回集中し直して、このこぼれ球高さを見せてヘッドを、必ずこの後スペースありますので、もう1点チャンスですからね。ここしっかりとラインのところも、マイボールでしっかりとキーパーに、ここは旗が上がっていました。オフサイド、冷静な判断を見せている鈴鹿ディフェンス陣です。昨シーズンは4位という結果、夢の J リーグを目指してこの開幕戦で勝利して勢いをつけたい鈴鹿ポイントゲッターズです。15番の菊島、素晴らしい追加点、そのシュートがありました。お通ればという場面まだあります。海口から縦入る、いい山内いけるかな、ここはどうだ、このシュートは枠を捉えられませんでした。あれ早くないですか。ここで試合終了のホイッスル、鈴鹿ポイントゲッターズ初の開幕戦勝利を手にしました。2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ開幕戦、鈴鹿ポイントゲッターズがラインメール青森を2対0で下して開幕戦初勝利を挙げています。そしてキングカズ三浦知良の姿、55歳と15日 JFL 最年長出場記録を大幅に更新しました。林さん、はい、後半にかけての鈴鹿、その自分たちらしさのサッカー見せられたんじゃないでしょうか。そうですね、本当にいい形から、そうですね、1点目は崩して、そして2点目はカウンターからの、守ってからのカウンター、しっかり狙いを持ってのところですからね、はいはい、いい形で点を取れて、しかもいい時間帯に、で最後無失点で終えられてますので、いいスタートが切れたんじゃないかなと思います。そして三浦知良は後半の20分までプレーしました。このあたりはあの多くの人に勇気を与えるプレーですよね。本当そうですよね、やはり、カズさんがやっているんだったら俺たちサボるわけにいかないなっていうのが正直練習に来ている選手たちの印象ですよね、はい、常にカズさん先頭に立って走られてて、本当に見ていてもう敬意に、もう本当に何ですかね、尊敬に値するというか、本当にそんな、みんなそういうふうに感じながら、はい、そして自分が今一緒にプレーできるってことにありがたさを感じながらやれてるんじゃないかなと思います。そしてそのキングカズこと三浦知良もチームメイトとともにこの勝利の喜びを分かち合っています。開幕戦勝利、
長いシーズンを考えると林さん、はい、この開幕戦初勝利というのはチームにとっても非常に大きな勝利になるかと思うんですが。そうですね、やはり一番最初に前向きな矢印を持てるというのは自分たちが やってきたことができるんだ、やれるんだということを感じながら、その中でできることできないこと、そこをもう一度捉えながら次の週から、ね、トレーニングに取り組めるので、はい、より自分たちの目標に向かって進めるところが出てくるかなと思います。そして林さん、はい、まあ、今シーズン新しいシーズンが始まって、鈴鹿ポイントゲッターズも昨シーズンとはまたメンバーが変わった中で、はい、今日のこの試合を迎えているわけですが、はい、このフルタイムを通して鈴鹿ポイントゲッターズ今年のサッカーどのようなことを感じましたか。そうですね、やはりおっしゃられたようにメンバーが変わった中でどういうことができるのか、もちろん去年と違う部分もあれば去年と同じこともあると思います。その中でやはり、三浦康さんが目指すところっていうのはしっかりとボールを大切にしながらっていう部分は継続して、そして今のメンバーだったらなおさらそれが去年以上にできる部分もありますので、はい、そこを突き詰めて、そして、一つでも多く勝利を目指して、そして目標とする J3 というところへ向かっていければいいかなというところですよね。なるほど、まあ、それこそ前半の立ち上がりはなかなかその自分たちらしさをこう出しにくいところもあったのかもしれませんが、徐々に後半に向けては確かに相手が1人少なくなった部分もあったかもしれませんが、はい、らしさを出していますものね。そうですね、どんなゲームであってもやはり自分たちの時間、それから相手の時間というのがある中で、いかにして相手の時間をから自分たちの時間へと持っていく、それも実力なんですよね。はい、でその中はなかなかペースをつかめない中で点を取られずに、そして自分たちのペースに持っていきながら最終的に2対0シャットアウトということができたのはやはり自信を持っていい部分ではあると思います。なるほど、そしてこの開幕戦での初勝利を挙げた鈴鹿ポイントゲッターズの選手たちがサポーターとともに今度はこの勝利を分かち合っているという、その勝利の喜びを分かち合っています。すごいですね、本当に。はい、こんなにたくさんの人が自分たちを見に来てくれるっていうこと、やはりサッカー選手としてこんな嬉しいことはないんですよね。はい、そうですよね、はい、三浦知良、先月26日に55歳の誕生日を迎えて今日で55歳と15日、そして兄三浦康俊監督とともに今何か笑顔で話をしている姿があります。兄弟でJFL から J リーグ昇格を目指すという三浦兄弟です。あ、これはもう選手たちを追いかけてサポーターたちがぞろぞろと同じように動いているというなかなか林さん、はい、三重県のこの競技場でこうした光景は見られませんよね。見たことないですね、はい、すごいですね。ここ三重県で三浦知良がプレーするというその大きさがよくわかります。三重のサッカー史にも残るこの瞬間。2対0ラインメール青森を開幕戦で下した鈴鹿ポイントゲッターズです。先制ゴールをマークした19番の三宅の肩を持って一緒に歩く三浦知良キングカズの姿、 JFL 最年長出場記録を大幅に更新。今日は後半の20分まで前半と含めて65分プレーしたという三浦知良です。そしてメインスタンドのお客さんにもまた、橋本君歩いてるから大丈夫だったらいいですね。あ、そうですね、はい、ちょっと足引きずってますけど、さすがにこの一戦ではキャプテン10番の橋本が後半開始早々に負傷交代、負傷退場を強いられるというアクシデントがありました。そうしたアクシデントに見舞われながらも鈴鹿ポイントゲッターズ見事開幕戦勝利。カズがサポーターたちに手を振ります。
あ、もしかしたら何か知った顔があったのかもしれません。メインスタンドに選手たちが並びました。隣にいる8番の海口も今日はフルタイムを通して非常に素晴らしい運動量を見せました。このあとおそらく勝利インタビューが行われると思われます。現在ご覧いただいているのは鈴鹿ポイントゲッターズの公式 YouTube チャンネル、ポゲチャンネルです。ご覧の皆さん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてポゲチャンネルでは引き続きこのままそのインタビューの模様もお伝えすることにしています。通り2022年シーズン第24回 JFL 日本フットボールリーグ開幕戦、鈴鹿ポイントゲッターズ対ラインメール青森の一戦は2対0、ホームの鈴鹿ポイントゲッターズが勝利を収めました。この一戦、解説は前半は鈴鹿ポイントゲッターズ U15 監督の近藤雄一さん、そして後半は鈴鹿ポイントゲッターズ元コーチで現在伊賀 FC 久の市三重でコーチをされている林一明さんでした。林さん、改めて次戦に向けて一言お願いできますか。そうですね、せっかくいいスタートが切れたので必ずこのいい流れのまま、はい、そしてもちろん今日できなかった部分、そういうところをしっかりと修正 して次に臨めればいいかなと思います、はい、鈴鹿の次節は FC マリアス岡崎とアウェーで対戦ということになります。鈴鹿ポイントゲッターズ JFL 開幕戦、見事開幕戦初勝利を収めました。解説は後半林一明さんでした。林さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日のエゴトッツベストプレイヤー賞はまもなく勝利インタビューが始まります。勝利インタビューの模様をお伝えします。菊島選手にはエゴトッツベストプレイヤー賞といたしまして、株式会社エゴトッツ様より家財整理1年分が贈られます。おめでとうございます。プレゼンターは株式会社エコトップ代表取締役伊藤勝利様です。菊島選手、ありがとうございました。ご来場のお客様にご案内です。競技場内のトラックの上には入らないようお願いいたします。競技場内のトラックの上には入らないようお願いいたします。スタッフの指示に従って出口に向かってください。
さあ本日は鈴鹿ポイントゲッターズが勝利したため、この後山田馬具賞の発表もございます。そして発表の後は監督、そしてヒーローインタビューもございます。皆様、今しばらくお待ちください。ではここで鈴鹿ポイントゲッターズ次回のホームゲームのご案内です。次回ホームゲームは3月の27日日曜日、場所は三重交通グループスポーツの森鈴鹿で行われる第24回日本フットボールリーグ第3節鈴鹿ポイントゲッターズ VS クリアソン新宿となっています。こちらの試合も13時キックオフ予定です。皆様お誘い合わせの上、ぜひ次のホーム戦も鈴鹿ポイントゲッターズの応援をよろしくお願いいたします。さあこの後お帰りの道が大変混雑が予想されます。今のうちに帰る準備、忘れ物はないか、机の椅子を下に、椅子の下に何か置いていないか、ご確認をお願いいたします。まもなく山田馬具賞、そして監督インタビュー、ヒーローインタビューが始まります。今しばらくお待ちください。さあ皆様お待たせいたしました。続きまして山田馬具賞の発表です。本日の山田馬具賞は三宅海津選手、山内武選手、藤島樹也選手です。おめでとうございます。山田馬具賞を受賞した3名には株式会社ザラボ様より山田馬具 1350g が贈られます。おめでとうございます。三宅選手、山内選手、藤島選手、おめでとうございます。さあこの後インタビューです。今しばらくお待ちください。Thank you.
っと開けて、でも手を閉まっていきたいかな。皆様、まもなく監督インタビューです。それでは勝利しました鈴鹿ポイントゲッターズ三浦泰俊監督にお話を伺いたいと思います。まずは監督、おめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日の試合を振り返ってまずはいかがでしたでしょうか。まあ、開幕戦なんでやっぱり非常に攻撃的には、難しい立ち上がりだというのがあります。それは少し選手の意識が高かったかなと思います。最終的にはこういう展開になるというようなそういうことがあります。心配して の、ありがとうございます。そんな中で複数得点での勝利です。この結果はいかがでしょうか。そうですね、やっぱり2点目っていうのは、ゲームを決める得点になります。まあ、チームとっても、よりスッキリというか、次につながって、こういう得点が複数得点になります。2点目っていうのは非常に大きな勝利だったなというふうに思います。さあ、そんな中、今日は3000人を超えるファンサポーターの方が応援に駆けつけてくれました。第3節の次のホーム戦に向けて一言お願いいたします。そうですね、こうやってポイントゲッターズの試合を見に来ていただいて本当に意識を持っております。これからも選手と共にしっかり努力をして、魅力あるサッカーをして、何度も何度も足を運んでもらえるよ、週末ポイントゲッターズの試合を見ると月曜日、元気が出ると、勇気が湧くと、仕事もやる気が出ると、こういうチームになれるように頑張っていきますので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。三浦泰俊監督でした。続きましてヒーローインタビューです。本日のヒーローインタビューは得点を決めてくれました三宅海津選手と菊島拓選手です。菊島選手、お話を伺いましょう。一歩左へお願いいたします。ありがとうございます。得点しての勝利いかがでしたでしょうか。まあ、自分自身こんなにお客さん入って中で試合するのは初めてで、はい、まあ、そういった中で自分ゴールできて、まあ、開幕戦勝利できたんで本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、三宅選手にも伺いたいと思います。右サイドから突き刺す一発でした。振り返ってみていかがでしたでしょうか。いや、クロスが良かったんでそれはもう突っ込むだけで、まあ、前半すごい嫌な時間がずっと続いてたので一発やりたいなというふうに後半思ってたのでそれがいい方向に行ってよかったです。ありがとうございます。ではですね、このメインスタンドをいっぱいに詰めかけてくださったファン、サポーターの皆さんに一言、まずは菊島選手お願いいたします。
今日はありがとうございました。まだまだ、まだ1試合目なんで、あと29試合、試合が続くんで、これからもたくさんの人に、会場に来ていただいて、自分たちも一生懸命頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは宮家選手お願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。すごい多分みんなお目当てはカズさんかと思いますけど、カズさんだけじゃないんだぞっていうのを、今日は示せたと思うので、またお時間があるとき遊びに来てください。お願いします。ありがとうございました。本日のヒーローインタビューは宮家海人選手、菊島拓選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。会場の皆様にご案内申し上げます。本日帰りに混雑が予想されています。本日帰りの道に混雑が予想されています。今一度お手持ち品ご確認の上、お早めにご帰宅いただきますようよろしくお願いいたします。